大田誠一は、日本の元政治家。自由民主党所属で、衆議院議員を務め、小渕内閣で、総務長長官、福田康夫改造内閣で、農林水産大臣をそれぞれ歴任。財務行政に詳しく、大倉政務次官、衆議院大倉委員長、自民党財政部会長などを務めたほか、高知会会長代行、自民党人権問題調酒井会,会長なども、 歴任した。福岡県福岡市出身。父は、元博多大丸会長の大田誠之助。大田家は、江戸期に、恩楽から博多に出て、油屋で財を築いた、初代製造以来、当主は製造を襲名している。祖父の四代製造が実業家として大成した。1968年3月に、慶応義塾大学経済学部経済学科卒業後、 1973年3月に、慶応義塾、大学大学院経済学研究科博士、家庭修了。1976年4月には、福岡大学経済学部助教授に着任。1977年9月には、アメリカ合衆国のブラウン大学の客員助教授。2007年9月25日、衆議院により内閣総理大臣に指名された、福田康夫。 他の議員らと共に、祝福1979年に自由、民主党公認で第35回衆議院議員総選挙に出馬したが、落選。1980年の第36回衆議院議員総選挙で、初当選した。1988年には、竹下改造内閣で大倉政務次官を務めた。1989年8月に行われた、 総裁選挙では、亀井静香、平沼武夫、園田博之と共に、石原慎太郎の推薦人になるも、石原は48票しか獲得できず、回復都市記に敗れた。亀井静香によると、大田はこの時に、派閥のしがらみを無視して推薦人が、あと一人足りずに苦労していた、石原慎太郎の推薦人となったが、 それまで、石原慎太郎とは特に親しい関係ではなかったという。九百九十三年七月十八日投開票の第四十回衆議院議員総選挙後に行われた七月二十一日の両院議員総会で壇上に、総裁の宮沢貴一、幹事長の梶山聖六、総務会長の佐藤隆之、政調会長の三塚博がいる前で、宮沢総裁は、 C 級戦判だと思っている。A 級戦判、B 級戦判の方もいる。その方々には責任を取ってもらいたいと発言し、宮沢は翌22日に辞任を表明した。1994年に自民党を離党し、荒井正景や柿沢康二ら7人で自由党を結成。同年4月に首相の細川森広が意を示した際は公認に、 自民党の渡辺道夫の擁立を目指したがとんざ。その後、新進党への合流を経て、翌1995年7月に自民党へ復党。1998年の小渕内閣において総務庁長,長官、中央省庁改革党担当大臣を務めた。法務委員会に長くいたので、当初法務大臣を打診されたが、なぜかいい反応を示さなかったという。 内閣官房長官に内定していたために同席していた野中博夢が死刑執行の署名をするのが嫌なのではと思い行政改革担当の総務長長官に就任することになったという2003年の第43回衆議院議員総選挙で民主党の藤田和江に敗れ落選直前に発生したスーパーフリー事件に関する集団レープする人は まだ元気があるからいい。まだ正常に近いんじゃないかなどの発言が影響したとされる。2005年の第44回衆議院議員総選挙では藤田を破って当選し、政界へ復帰。2008年8月に福田改造内閣で農林水産大臣に就任。しかし、自己米不正転売事件により9月19日に辞任した。 2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙では公明党、推薦、実践倫理、広瀬政開始時で出馬したが、藤田に再び敗れ落選した。2010年11月の福岡市長選挙では当選した高島総一郎の選対責任者を務めた。2011年2月、政界引退を表明。政治活動での思い出として、 中央省庁の再編成など国の形を変える、行政改革を成し遂げたことを挙げた。2015年11月、朝日大受賞受賞。祖父、桜内幸雄これ以外にも、落ち高尾、茅野島、荒井昭治、吉国一郎、中曽根康弘、中曽根広文、斉藤良英、斉藤茂吉、浜口義平、山下亀三郎、 岡崎志藤山ライタ、藤山愛一郎、国国明久原房之助、後藤圭太、松崎哲久、岩崎矢太郎、岩崎矢之助、松方正義、山本権兵衛、広世玄、田中角栄、田中直樹、豊田昭一郎、豊田達郎、相川義介安倍晋三、松崎明夫、森永太平、 中部育次郎、中部健吉、河野洋平、河野太郎、阿蘇太郎、鈴木善光、細川森広、近衛文茂、西園寺金茂寺、住友吉左衛門、安西正夫、三木武夫、鈴木三郎介、鈴木教授昭田秀三郎、昭和天皇、池田勇人、池田,池田幸彦、石橋正次郎、 石橋勘一郎、鳩山一郎、鳩山幸雄、段ルカ、宮沢陽一、宮沢絵馬、大原宗一郎、犬飼武長代正吉、鳥居新一郎、小林光一、松岡修造、佐治の忠だ、松下光之介、西郷高森、岩倉智美、河野池前衛門などと、園籍関係にある。 ありがとうございます。